じゃあ今日の講義始めていきましょう、えっと、今5回のシリーズでやっているのは論文を批判的に読み込むためののの5つのステップというものです多分ねみんな初めて論文読めって言われた時に読み方とかって特にそんなに複雑には教えられてないと思うんや。表面上の読み方っていうのは割と先輩とかから教えられたりとかっていうのはあるんやけどそれが一個一個どういう意図を持ってるかっていうところまであんま複雑には考えたこともないと思うし。 あまり教えられることもないそこをもう少し読み解いていくことで論文を批判的に読むでそれによって著者の意図を先読みしていこうそのための技術を、えー、伝えていこうというのがこの講義のポイントですで、えー、と5つのステップに分けて進めていますで前回は最初のステップになるような技術のところ論文を読み始める準備の技術みたいなことをやったわけね 知らない単語を探すとか、それをどうやって身につけるみたいなところを行きました。あと、定規を当てて、一個一個見ていくと。一行一行見ていくというところもやりました。で、えっと、もう一つ、理論的なところでやったのが、分かると分からないっていうのを理解しようと。わ、まあ、からないを理解しようっていうタイトルでやったんだけど、わかるっていうのはどういうことか、わからないってどういうことかっていうのを理解しようというのをやりました。わかるっていうのは、部分から全体性を作ることやったよね。 で全体性を作って、そこに足りないものを探すで。それが分からないということです。分かるっていうことが、全体性を作ること、それが分からないことを分かるための前提になっている。でそこに、わからないことを分かるためには、まず分からないといけない。でも、分かるためには、まず分からないことを分かった上で分からないといけない。っていう、あの行ったり来たり、鶏と卵みたいな問題があります。ということです。 それを一気に解決するということはできないので、ちょっとずつ一歩一歩全体性を大きくしていく方法、だましだまし理解を大きくしていく方法というのを考えていきましょうというのがこのステップ2からです。で今日話をするのは、文章を蒸留しようという話です。あんまり上流ってことは、こういう文脈では聞いたことないと思うんだけど、あのどういうことなのかっていうのはこの中で、この講義の中で説明していきます。 ででも一応、一言だけで説明しておくと、文章の要素、重要点を分類しましょうというふうに言い換えることもできます。で、えっと、一応、その今日の内容をきちんと理解してもらうために、全体の構成、ステップ1からステップ5というのを見直しておきましょう。で、その中で今日のステップ2という位置づけを見ていきます。まず前回、あのステップ1、さっきも言ったように、分かっていないことを見つけようという話あったよね。 で、えっと、ステップ2、今日は文章を上流しようって話をやります。で、えっと、これによって完全に理解していなくても、とりあえず論文を読める、読み切るっていうところまでいけるようになろうっていうのが今回の狙いです。で、その上でステップ3、ここはちょっとあの方向性を変えて、論文の一般的な構造というのを理解しようというのをやります。例えばみんなが卒論を書くときでも、まず序論から始めて、 方法、結果、結論、もしくは方法、結果、考察、結論っていうふうに書きましょうって習ったと思うんだけど、それの論理的な関係性というのを見ていきます。それがステップ3です。で、その上で、その論理的な構造を踏まえて、作者がどういうロジック、論理に基づいて、ものを考えて、この論文を書いているのかっていうのを理解していきましょうっていうのがステップ4。で、ステップ5。 っていうのがさらにその作者の意図を超えて論文を抽象的に理解しましょう抽象的英語で言うとなんていうアブストラクトやんなで論文の最初に英文論文ってアブストラクトってついてるやろで日本語論文だとあれなんていうもうここに答え書いてあるけどようやくっていうね 要約っていうのはつまり論文の内容を抽象化して一言で言いますよっていうことなんで,すで、それができるってことは自分自身がその論文を理解して自分の言葉で簡単に説明できる。自分自身でその論文の全体性が作れているっていうことです。OK。そこまでステップ5でたどり着きましょうというのを狙っていきます。じゃあ、えー、今日、えー、今日のステップ2、論文を上流しよう。 ここれれれでできるるるようにになること今今日日身につける読む技術そそして、えっと、今日のキーコンセプトそれぞれまず見ていきまましょう、ま、ず今日の授業終わった後できるようになることあのできるようになってほしいことこれはとりあえず一回論文を読めるように目を通せるようになりましょうということですまだ完全には理解できなくても論文を読んでみることができる読み通してみましたでなんとなく分かった気にはなった というところまで持っていこうというのが今日のステップ2の目的です。で、今日身につける読む技術、一体何なのか、2つあります。1つが、マーカーで論文に色をつける。カラライゼーション、マーカー、蛍光マーカーですね、カラーマーカーを使って論文に色をつけるということを覚えましょう。で次が、接続詞と論理の流れの関係を理解しましょう。そのためには、 論理接続の記号を使いますでそこも説明します。で、使えるようになってくださいということです。で、この2つの今日身につける読む技術、マーカーで論文に色をつけるには、もう2つポイントがあります。その中に。なんで論文に色をつけるのか。目的の1つは、キーワードを見つける。つまりみんなにはキーワードを見つけられるようになってほしい。次が、重要そうな場所を見つける。 これもできるようになってほしいでこれねなんで重要そうな場所そう何カッコがついているのか重要な場所を見つけて線を引きましょうってよく言うよね本読む時でも教科書読む時でもできないんですよ。さっきの話ステップ1思い出してみて重要であることが分かってるってことはもう理解できてるってことなんだ 理解できてないのにどこが重要かわかんないんですそこにまた事前と事後の転倒があるわけだなのでえっと今日の目的はだいぶハードルを下げておきます重要そうな場所を見つけるこれがマーカーで論文に色をつける目的の一つですで、実はこの重要そうな場所とコインの表裏もう一個マーカーでマークするところがありますそれがわからないところおかしなところ オッケーこれ表裏やんな重要そうな場所が分かるためには重要そうな場所がどこなのか理解してないといけない。論文の内容を理解してないといけない。で分からないところを見つけるおかしなところを見つけるそのためにもやっぱり論文の内容を理解しておくつまり全体性がいるんやったよね。つまりこの重要そうな場所を見つけるっていうのと分からないところを見つけるっていうのは実は同じ話だ。 で、それをまずふんわりとやっていきましょうっていうのが今日の目的です。で、これがもう本当に全部できちゃうんだったら、そもそも論文理解できてるので、それこそこの授業聞かなくていいんだ。なんで今日のステップ2では、まずそこまで、一気にそこまで全部理解するっていうところまでいきません。理解するための素地を作っていきます。で、この読む技術、キーコンセプトというのが出てきます。それが、上流と要約です。 要約っていうのはさっきも説明したけど抽象、えー、化っていうことやったよねで。これはまあアブストラクト。いわゆる論文の要約っていうのに近い。なんでこれはまあみんなイメージつくと思う。でそれに対して今日、えー、新たに導入するのが上流です。非常に要約と一見同じように見えるものです。でただ要約っていうのは自分の言葉で説明するんだ。論文の内容を。 それに対して上流というのは作者の言葉を使って論文を短くします OK 自分の言葉で説明しようとしたら絶対論文理解できてないと無理やんなそれに対して作者の言葉を使って論文を短くするだけだったらぶっちゃけそこまで理解できてなくてもできちゃうんや重要そうなところを見つけて繋いでいけばそれらしい文章になるやん 最後は5つのステップを使ってようやくまでたどり着くんだけど今日はまず上流までいきましょう。でその上流した文章を使ってステップ5までかけてようやくしていくっていうのを学んでいきます。でじゃあ、えー、技術的なところに戻りましょうあ。技術的なっていうのは論文を読む技術っていう、ねえー。論文に色をつける。今日の重要技術の一つですで。じゃあ何をやるのか。 論文の重要部分を重要度、キーワード、構造に注目して分類する。つまり別の色をつけていくっていうことです。で、ここで何を使うか。カラーマーカー。あこれ分かるよね。右から黄色、緑、青、オレンジ。で僕の場合は大体この4種類、4色を使います。 でこの4色に自分なりの意味を割り振っておくんだあの。何色でもいいんやね。僕はこれを使ってますっていうだけで。でじゃあどういう意味を割り振っていくのか。まず黄色。重要な部分。これな。さっきも出てきたけど重要なところに線を引けって言われていつも困るやつね。でも重要な部分。まずはこうしておきましょう。 次、緑。もっと重要な部分。何だったら、この重要な部分ともっと重要な部分は言い換えてもよくて、重要そうな部分、もっと重要そうな部分、それで十分です。次、水色。これ、あんまり今まで言われたことないと思うんやキーワード。キーワードをハイライトしていく。でただ キーワードハイライトしろって言われても何がキーワードかって分かんないよね。ここも同じ話。なぜなら、キーワードが分かるんだったら最初からもうその論文理解してんねん。してないから読みましょうって話ですよ。なので、ここにも事前と事後の点灯があります。次、オレンジ。えっ、ー、と、僕自身はこのオレンジ2つの目的で使ってます。 本当は2つの目的、色を変えてもう1個マーカー増やしてもいいんだけど、実務上結構5本になるとめんどくさいので、えー、4本でやってます。で、その代わりオレンジを2つの目的で使ってる。1つが構造を取り出す。論文の構造を取り出す。具体的にはセクションタイトルに色をつけていくっていうのであります。次、もう1個。疑問点。 さっきき出てきたよね、分からないところ、怪しいところ。そこをチェックするのにも、マークするのにも、このオレンジを使います。OK。で、セクションタイトルっていうのは、もうどう見てもセクションタイトルやから、同じ色でマークしてあっても、疑問点と間違うことはないはずない。で、セクションタイトルにマークするのは、そこを自分自身で意識するっていうのと、見やすくするっていうだけです。なので、えっと、この2つは、えー、構造と疑問点って、この2つは、 オレンジって同じマーカーを使ってもそんなにぶつかることはない。ということね。じゃあ実践編。実際にどういうふうにやっていくかを見ていきましょう。えっと、この講義多分今回以降もこの論文を例として使うことが多いです。僕たちの研究分野の割と古典的ないい論文なんでよく使うんですが、えっと、まあ実際自分たちで見てもらってもいいし。 別にこの論文にこだわってるわけじゃないんで、自分の研究分野の論文でいろいろ実践的に試してもらったものただ一応、ここにある、どの論文なのかっていうのは紹介しておきます。ということね。あ一応、タイトルも言っとくかな。ハイスピードオプティカルフリーケンシー・ドメイン・イメージングっていう論文で、アンディ・ユンっていう人が書いてます。えっ、ー、と、マサチューセッツ・ジェネラル・ホスピタル、ハーバード・メディカル・スクールか、えーと、両方の所属になってるはず。彼が書いてる、結構歴史的に あの意義のある論文2003年に出版されたスウェプトソース OCT っていうのの本当の実用的なシステムの最初の論文です。いいかなで、えー、実際にこの論文を使って今から論文の読み方っていうのを見ていくんやけど実際それを直接見せる前に一個一個のポイントをまず説明しておきます。OK。で、その上で こののの論文をを使っっっててて目の前でややいってみせるっていうのをやりますで。じゃあまず何をやるのか。論文の構造をつかもう。これが最初のポイントです。で、やり方は簡単。セクションタイトルをオレンジにしていきます。いいかなじゃあ実際に論文を見ていってみましょう。じゃあ実際にこの論文を使って、えー、論文の読み方、実際に見ながら、見せながら、 説明していきますで是非これに関してはホームワークとして提出しなくていいので今日帰ったら自分の研究分野の論文でいいから一回やってみてくださいで特にこのステップ2からステップ5までは毎回毎回帰った後にやってみてもらった方がいいと思うでそうすると多分ステップ5終わった時にはもうかなりスイスイ論文を読めるようになってるはずやから是非やってみてくださいということですじゃあ、えー、と説明していきましょうまず カラーマーマー、ね、えっとさっき説明したのは実際のカラーマーカーで説明したんだけど、えっと、iPad でやるのでこの色使いますっていうのだけ最初説明しておきますまず黄色これですこれはどういうところやったか重要なところやったよねで次緑もっと重要なところもしくはもっと重要っぽいところ で、最初に水色って説明したか。これですね。水色。これ、キーワード。で、オレンジ。オレンジというよりは、このソフトだと茶色っぽくなっちゃう。これです。これが疑問点。あと、もう一個。構造。 論文の構とまず今からこここの構造の話を見ていきましょうじゃあ見ていきましょうで構造の話をしますといったところで申し訳ないんですがまず一番最初に見るべきは構造の一番根本的なところでもあるんだけど何やと思うまず論文読むときに一番最初に見るべきところ 実は意外とみんな読み飛ばしちゃったりするの目の前にあるのに。タイトルやんな。で、僕の場合は、まず大体タイトルで重要なところとかキーワードっていうのをハイライトしておきます。でただ、この論文の場合です、これ、この論文その例としてあんま良くなくて、これ自体がもう1キーワード1タイトルっていう論文ない。まあ、狙ってやったんだと思うんだけど、こういう。 新しい技術自体をこの名前で世に出そうっていう狙いがあってやったんだと思うんだけどこれハイスピードオプティカルフリーケンシードメインイメージングいう意味ではこれがキーワードかそして重要なのはハイスピード早いえ今までよりも早いオプティカルフリーケンシードメインイメージングを作りましたよっていう論文になったことなんでこのハイスピードっていうところに注目しておくとこの著者がこれから何を議論しようとしていくかっていうのがある程度予想がつくってことだ でその上で実際にどういうふうに彼が論を組み立てているのかっていうのを見ていくことになりますで。そこで使うのがオレンジ。ずーっと見ていくと、まずイントロダクション。これはいいよね。序論です。でこのイントロダクションは、えっと、イントロダクションが論文の最初にあるのは当たり前やと思うんや。ただ、この中にも構造があります。 ただ、それに関しては、ステップ3で説明します。論文の構造っていうところで説明します。で、今日はまず、イントロがあります。というところだけ意識してください。で、その上で、あ、イントロの目的だけ説明しとくかな。イントロの目的っていうのは、まず、読者と著者の意識を合わせて、仮説提示をすることですで。仮説っていうのは一体何なのかっていうと、ある問題があって、えっ、ー、と、それに対する、著者なりの 回答でその仮説を論文全体をかけて証明していくっていうのが論文の基本構造なので仮説提示もしくは問題設定あのちょっと違うんだけど同じように考えてあのステップ2の段階でそこを意識して読んでいくとでそうするとまあそれを意識していればあここが問題で彼らはここが解決したいんだなっていうのは分かると思うそこまで複雑に考えなくてもわかると思うあのいい論文は分かるように書かれてますで次 えー、じゃあ、今日は、あの、その部分が今日のテーマではなくて、あくまでも構造を見ていこうって話なんでちゃちゃ、ちゃちゃっと進んでいきましょう。で次、この論文では、プリンシプルっていうのがあるね。最近あんまりないんだけど、メソッドの前にプリンシプル、原理っていうのを書くってことがあります。でじゃあ、原理として彼らは何を説明しているのか。まず、そもそもの、オプティカルフリーケレンシードメインリフ,ロリフレクトメトリー。この論文の、 メインテーマであるハイスピードオプティカルフリーケンシードメインイメージング。こ,こ、ね、イメージング。これの元になった技術なんだ。まずそれについて解説してます。オプティカルフリーケンシードメインリフレクトメントル、OFDR。で、ずっといくとあった2.2。シグナルノイズカレント。で、どうも計測のときの 信号と雑音の話をここで議論しようとしてる。タイトル見るだけでわかるよね。セクションタイトル見るだけで予想がつくわけです。で次、あ、やっぱり、シグナルトゥーノイズレッション、SNR。信号雑音比の,の話もまさにしてます。で、さらにどん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 行くと、エクスペリメント。れ1個飛ばした飛ばしてないかな飛ばしてないね。エクスペリメント。 実際にやった実験の話をするみたいです。で、3.1:OFDI システムコンフィギュレーション。OFDI っていうのは、さっきのやつね、あの、さっきのやつね、タイトルにあったやつ。Optical Frequency Domain Imaging.OFDI です。であと、これ、細かい tips なんですが、紙で 論文を全部読んでた頃って OFDI とか見慣れない省略形が出てきてもこれ何やったんやったっけって道に迷うことが多かったんですよで。ただ今だったら検索すればいいからその PDF をあの。あれこれ何の省略形みたいなのが出てきたらもう迷わず検索しちゃってください。絶対その論文の中で定義してるからでそれ見ればもうものすごくスッキリするんです。でこれは OFDI。OF この論文がまさに提示しようとしているシステムのコンフィギュレーション。これね、システムのコンフィグ、設計、構成っていうのを説明しているのがここです。なるほど。で、次。ずっといって、ばずっと続くのかなあった。3.2。 SNR&Sensitivity これさっきもあったよね SNR 信号雑音比これじゃあ何でもう一回出てきたのかっていうとさっきのはプリンシプルにあったからこの装置の SNR をどういうふうに考えていくかっていう理論を提示してたわけよで今回はそれに基づいた実験結果を示していきますってことなるほど SNR に関しては彼はどうも理論だけではなくて実際に実験結果も示して その理論がきちんと成り立ってるっていうのまで示そうとしているらしいというところも分かるわけです。で、ずっと進んでいく。イメージです。あ、OFDI っていうのはイメージング装置なので、実際に画像を撮れましたっていうところを示そうとしている。ってことね。あの、イメージング装置だっていうのを説明するのを忘れてました。ケ、OK、ー。で、あ、なるほど、画像実際出てくるよね。 で最後コンンクルージョン結論ちなみに結論って何なのかみんなあんま考えたことないと思うけどこれもちょっとあの先走ってステップ3の話をしちゃってるけど結論っていうのはイントロで提示した仮説に対する答えですでそれをここでまとめているわけですあのサマリーとコンクルージョンってだから違うんやサマリーはまとめてコンクルージョンは結論 サマリーっていうのは論文の内容をまとめたもので。コンクルージョンっていうのはイントロで示した仮説に対する答えです。でそれを詳しいところは次回やりましょう。で最後、謝辞、アナウレジメント。僕ちなみに謝辞結構好きなんですけど、えっと、日本語の論文だと謝辞って言い方をする言い方の問題やけど。でそうすると、何々に感謝しますみたいな感謝の気持ちを述べるための プライトネスに関するセクションだと思っちゃうけど、実際には違うんだ。このプロジェクトがどういう機関にサポートされているとか、どういう技術を使っているみたいなのを書くのがアナーレッジメントです。触れる、アナーレッジやから触れるっていう意味、ね、何々について触れておきます。フォーマルな著者リストには入ってないけど、こういうコントリビューションがありましたとか、このサンプルはどこどこから提供されていますとか、追加情報なんや、写辞っていうのは。 なので、これはこれできちんと見ておくと、そもそもこの著者がどういう方向性のグラントでこの研究をやっているのか、最後はどこを狙っているのかというところまで見えていくる。なんで、写真もぜひ見てみてください。かな。で、ちょっと、えっ、ー、と、話が最後、ずれちゃったけど、ずれちゃったというか、ステップ3のところまでだいぶ入れてしまい,しま,いましたが、これがまず最初のポイント、最初の色、カラー、オレンジ。 ポーズを解析するいうところでするいじゃあ、えー、次の色色きます水色キーワードを探そうキーワーワドを探すって言われてもそもそもそこに事前と事後の点灯があるって話だよね。キーワードが分かるんだったらもう分かってんねんその論文の内容。じゃあどうやって探すのかそこがポイントになってきます。で キーワーワドを探すすっっかりりていうのがありますどうやって探すか。ポイントはこれ。この言葉知らんってやつ。読んでて、この言葉知らないと思ったら、キーワードの可能性があります。単に、英語を知らんってだけかもしれんよ。でも、往々にして、キーワードって見たことのない英語で書かれてるよね、当然。新しい技術用語だったり。 そこ勉強センターかんってところやからそもそも自分知らないわけやだから英単語として見ても知らんってパターンが多いあとは、えー、これね前回ステップ1で出てきたやつ知られてる振り単語知ってんねんなんか見たことあんねんで意味説明しろって言われれば単語単体では分かるんやところがコンテキストで見ればその訳だとこれこの単語全然意味通じませんよねみたいなやつあるよね 知られてる子これも結構な確率でキーワードです。でこういうやつらをチェックしていく、ね。水色でマークしていく。OK。でこれまあまず一回やってみましょうという話ね。でキーワードじゃあいくつか見つけてきました。どうするか。それについて調べていくわけ。まず最初は何をやるか。英語なり何なりの語学の辞書で調べてみる。 これファーストステップやんな。単に,単にあの英語の単語を知らないってだけの問題かもしれないからこれ調べてみる。これで分かったらもうそこまで。あ、分かりました。英語の問題でした。で、えっ、ー、と、英語の問題だったらまた電子フラッシュカードなり何なりに入れて覚えておきましょう。英語の問題は先に片付けときましょうって話や。ステップ1でやったやつ。いい。それでも分からなかったらどうするか。時点で調べる。 辞書と辞典って言葉似てるけどよく見ると違うよね辞書の辞は字言葉って意味やんなで辞典の辞はことって意味やんな辞典で調べるその内容を説明しているような本で調べるで例えば物理学辞典とか工学辞典みたいなの探すとあるよね研究室探すと昔のやつが何冊かあったりすると思うでそういうのがあったらそれで見てみるっていうのは手ですでただ今は わざわざそんなことしなくても、例えば Google さんに聞いてみるとか、Wikipedia さんに聞いてみるってことができる。あと、解説サイトを読んでみる。まあ、解説サイトには Wikipedia も含まれると思うんやけど、それ以外にも、例えば、えっと、ウルフランみたいな、あの、マスマティカとかそういうソフトを作ってる会社が説明している数学系のサイトとか、あるよね。基本、数学の基本概念の用語とかをちゃんと解説してくれる、してく,してくれてるような、ああいうところも使えます。 であとはまあ個人でやってるような解説サイトっていうのも最初の取っかかりとしては割と使える。ここまではまあ割とストレートフォワードで。で、3つ目。これはまあみんな気づかないんですよね。その今読んでる論文の別の場所で同じ言葉が使われてるのを探す。まあ、それこそもう今、論文 PDF でダウンロードしてくるから、検索すればいいわけや、ね。 でそこでどういうふうに使われているのかっていうのを全部見ていくと、大体いい想像がついてくる。大体いいでいいんですよ。あ、あの、きちんとも自分の言葉でこれはこういう言葉だって説明できるんだったらもうそれに越したことはない。で、それでもそのキーワードを把握してるって考えてる。できなくても、まあ大体でいいでしょう。というのが今の段階です。で、その大体いいって話がここ、次の4番目のポイントになってる。 この1、2、3までやって分からなかったらどうするかレコードゴーです。分からないということだけを記録して先にする。OK。そもそも分からないってことが分かったってことは割と分かってきてるってことや。なんでそこでよしとするってことね。で、この分からないことを記録するにはじゃあどうしたらいいかっていうと、さっきのオレンジのマーカーの2個目の使い方。分からないところをハイライトする。 で分からないところを見つけたらどうするかもう少し読み進んでからリビジットするわけですそして意味を考えるそうすると意外と分かるんですよあのこの方法って、えー、と3番こことも密接に関連してくるんだけど先に進むってことはその用語がどういうふうにその先使われてるかっていうのを見ていくってことやねでその後でもう一回戻って考え直すと読み直すと 意味が分かったりもしますいいかなでちなみに僕自身が使っている記号ではあのごっそり分からないところはこういう書き方もします。縦線引いて横にハテナ。これ分かってない。自分分かってない。この辺り全部分かってませんって書き方で。で、こういうマークの仕方をしたりもしますということです。で、えー、また実践に行く前にもう一つ。 読み方のポイントいきましょう接続詞。接続詞をマスターしよう。で、接続詞って一体何なのかあの、バッドとか、ハウ v バーとか、ヘンスとかってやつやね。あれは、文章の論理の流れを表す言葉です。なんで、あそこに注目していくと、文章の論理の流れをトラックしていくことができるんだ。で、この論理の流れ、4つに分類できます。でそこをまず見ていきましょう。 論理の流れ4つ。負荷、転換補足、理由、規決、解説、例示。えっと、これ、ばーっと並んでるけど、要は7つあるんだよねで。その7つをさらに4つに分類し直してます。負荷っていうのは1個だけ。転換補足ってのはセット。理由、規決っていうのもセット。解説、例示っていうのはセット。なんで、この4つのパターン、しっかり覚えておきましょう。理解しておきましょう。で、この4つのパターンが、それぞれ接続詞に対応しています。 まず、負荷。日本語だったら、そして。英語だったら、アンドとか、ホワイル。OK。A、アンド、B。これはどういうことなのかっていうと、A と B が直接は関連してない論理的に。ところでってことやね。A です。ところで B です。なんで、情報として、一個新しいのをくっつけましたってパターン。で、それは僕は記号では、 こういうふうに書くことが多いです。プラス記号。で、これ A プラス B って書いてあるよね。これどういうことなのかっていうと、僕自身論文読んでて、2つの文が並んでるときに、その関係が分かりにくいときは、これアンドだな、えっと、不可だなと思ったら、真ん中にプラスって書き込むようにしてる。自分で論理の流れが分かるように。でもっと複雑なものを読むときは、それぞれの文に、文とか、えっと、文の中の1セクションに番号をつけてって、 ページの端っこに1足す3でそこから4が出てくるとかっていう論理構造っていうのをあのスケルトンにして書くようにしてます。で、そういうのに使うこの記号ね。ただ、負荷は分かりやすいから比較的。あんまりえわざわざ書くってことは少ないと思う。でもこういうのを使います。で、今少し説明するのを忘れちゃったんだけど、これね、緑で僕マークしたいな、これ。接続詞見つけたら重要だって意味で、 緑のマーカーでマークしとくと、後で構造が追いやすいっていうのもあります。で、接続詞がないのに、こういう論理関係があるときには、こういう記号を書き込んでいく。で、接続詞があっても書き込んでいいんよね。で、ないときの方が分かりにくいから、そういうときはこう、あ、これ、結局こういう論理関係なんやと思ったら書き込んでおきましょう。で、次、変換補足。日本語だったら、しかし、ただし。で、英語だったら、however とか butt。Bad あと、その逆方向で、オルゾーデスパイト s っていうのがあるで。これは記号ではこう書きます。豚の尻尾みたいなひょろっと回った矢印。B。これ僕が勝手に作った記号なんで、あの、これだけじゃなくてみんな工夫してもらっていいんやね。僕はこういうふうに書いてます。話が逆になった。というとき、これで書いてで。次行きましょう。理由、帰結 で理由と帰結ってのは基本的には同じもんなんだけど、方向が逆くない。日本語だったら、なぜならば、これが理由。故に、帰結英語で理由だったら、because since っていうのがそうよね。で、帰結は、hence, thus っていうのがそうやで。これ記号で書くと、例えば理由はこうなります。A、B で、B から A に矢印。B が A の原因になってる。 パターンになるで、帰結これは逆です。A が B の原因になってる。こういう矢印。右向きの矢印。で、こうやって書くと、例えば、because since っていうのと、へん出すっていうのが、基本的には同じタイプの論理接続だっていうのが分かってくるよね。矢印の方向が違う。で、4つ目、解説例示。日本語だったら、つまり、例えば。英語だったら、n a m e l y でさらに、それの省略形、IE っていうのもあるよね。で、あと、for example とか for instance っていうのもよく使う。これは省略形は EG だ。で、これじゃあ記号で書くとどうなるか。これ記号で書いた方がイメージつき、わかりやすいんですよね。これです。イコール。二つの文が並んでるんだけど、基本的には同じことを別の言葉で言ってるだけ。 もしくは一つのことをもう少し詳しく言ってるけど本質は同じです。なんで、イコールで使うことが多いです。ということですで。ここまでが論理の流れの4種類。基本の基本です。でそこに3つ、ちょっとプラスアルファで補足しておきましょう。論理の本当の流れではないんだけど、知っとくと便利っていうのが、差し込みとパラキリ。差し込みっていうのは、これよく英語の論文読んでて、初めて読み出すと混乱するところなんだけど、 カンマで区切って関係ないことが入ってるんですよ。ほにゃ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 って言ってたと思ったら追加情報とか言い換えとかまたちょっと違うこと言ってまたカンマで切ってほにゃほにゃほにゃって続きがある。よくあるよね。これ混乱するんですよ。で、僕はこういうのが出てくると消しちゃいます。一回消しちゃいます。どうやって消すか。カッコをつける。ここを差し込みだと思ったらカッコをつけてでそのカッコを飛ばして一回読み直してみる。 でそうすると文の構造とか主張の構造が分かる。でその上でもう一回括弧でくくったところを読み直します。ケ、OK、ー。これが差し込み。もう一個パラキリ。パラグラフ切りの略ね。で、これあの、本当に上手い作者はパラキリちゃんとしてくれてるんよ。ところが、多くの人、う、えー、まあ、上手い人でも実際によくやっちゃうんやけど、 ゴニョゴニョゴニョと考えて何々と考えられます。で、同じパラグラフでなぜか全然違う話を始めちゃう。本来これ、ここパラグラフ切るところですよねっていう、内容変わってるよね、テーマ変わってるよねっていうところがあったら、パラ切り。ここはこういう記号を使います。カクッと曲がった試験員記号ね。で、こあこ,こパラ切りですねってのが分かるようにする。で、3つ目、列挙。 これは負荷の友達ですわ。例えば原因は3つある。光量がほにゃほにゃノイズがほにゃほにゃ振動がほにゃほにゃ3つ並んでるわけやんね。原因としてで。これは後から見やすいように、自分がまたあのフォーカスを作りやすいように言ってみて、僕は番号を振ります。1、光量が。2、ノイズが。3、振動が。簡単ですね。これをやるだけでだいぶ 論、えー、論文の論理のの理流れといいいは見えてきやすすくなると思いますいいかなる思まかじゃあまたさっきと同じように実際に論文を見てみましょう。で本当は論文って順番をアブストから次読んでいくんだけど今日はちょっとあ,のあくまでもカラライゼーション色をつけるっていうの例ということでイントロからいきたいと思います。よちょっと拡大するね。 やっていってていみましょうまず見ていくと、オプティカルコーレンストモグラフィー、OCT、アローズ、ミニマリー・インベーシブ、ホニャホニャ。これ、OCT、キーワードやね。えっと、名前としては知ってるけど、明らかに専門用語。あの、この講義の今年の前半聞いた人は名前としては知ってると思うけど、いきなり専門用語です。これ、キーワードや。 あと、僕が見ていくと、ミニマリーインベーシブっていうのもキーワードかなって気がする。そもそもミニマリーインベーシブってみんなまあ聞いたことない用語やんな。わざわざこんな一文目で言ってるってことは何か重要な言葉なんやろっていう探りを入れるわけや。クロスセクショナルってのもキーワードやな。断層的な。で、多分この一文目ってのもいきなりあった方がいいんだ。 えー、オプティカルコーヒーゲンストモグリフ、アローズミニマリーインベーションクロセクショナルイメージング。で、えっ、ー、と、次、どんどん行くね。重要だってみたここかな。インバイオロジーメディスン スプスレンジング。これも重要っぽいね。キーワードかな。意味わかんないもんね。ローコヒーレンスインターフェロメトリーってのもキーワードやな。専門用語やな。バイローコヒーレンスインターフェロメトリー。 オプティカルパスレングス・ディファレンス・イズ・スキャンド・ピニアリー・イン・タイム。これも意味が分かりにくいから重要っぽいかなって感じだな。エンボディメント。これは知らん単語やなと。英語であんまり出てこないよね。あんま答えを言っちゃうと、えー、と具体化っていう意味なんやけど。 えっと、あんまり知らない単語やから、とりあえずチェックしておく。これあの、例えば紙で読んでるんだったら、こういうのは鉛筆でマークしておけばいいし、で、あのこれ iPad とか使ってるんだったら、後で調べて、これ英語の問題やと思ったら消しちゃうタイムドメイン OCT、これキーワードやな。 ミッシング、アーリーディテクション。スローイメージングスピードって怪しいな。これ、数値、数値キーワード重要なんかな。A ラインデート。これ知らん単語やからキーワードって感じするよね。 However, 接続者。えっとタイムドメイン OCT のイメージングスピードは遅い。しかしプレクルード。あらかじめ何々を避けるっていうね。スクリーニングオブ。 Large 遅いから大きな組織のスクリーニングっていうのができないってことやな。で、えーと、Which is Required これ。これちょっと接続してはないけど Which is Required for a wide variety of medical application. これはつまりさっきの記号でいくと、ここ。イコールや。Screening of Large Tissue Volume。 それは、えっ、ー、と、必要とされている。論理的なイコールの関係。イメージングスピード、ファンダメンタルスイング。イメージングスピード、これ主張やな。重要っぽいね。ファンダメンタルスイング関数。で、because、理由や。 記号で言うとこうやったよね。なぜ重要なのか。イコールがつながってるのはここや。ディテクションセンシティビティ。で、As the A-Line Date Increase。これつまり、ここから具体的に話をしていくわけやから、イコールやさらに言えば、多分カッコがつくんや。カッコっていうのは。 大括弧にしとくか。この辺りからかな。この、ここからここまでをより具体的に説明するのがこの後ってことよね。ってことは、ここでちょっと話が変わってるんですよね。だから。と、これ消しちゃうね。ここで話変わってるから、ここ実はパラキリなんだ。 ここまでは OCT のいいところを言ってて、その後 OCT の問題点を説明しているから、話が変わってるんで、続き、こう、As the A-line date, as t A-line date increases, detection bandwidth should be increased proportionally. Therefore, t e r e f o r 来たな。Sensitivity drops. えっと、これ、まとめちゃうと、A-line rate が速くなると、大きくなると、センシティビティが落ちるって因果関係。equals,、uh, therefore, でつながってるけど。The sensitivity of the state of the art, the sensitivity of the state of the art and the knowledge.2kHz、uh, range.The sensitivity, センシ i ティオフオー o ティアットゥキャハツこれはマイナス105からマイナス 110dB ぐらいだとモスとバイオメイクアッ バイオロジカルアプリケーションは必要としている何をなのか。あ、違うな。これ、かいつまんじゃうと、バイオロジカルアプリケーションは、this level of ティ n s を必要としていて、だからこそ、キャノットトレレート。 ハイヤーフレームレート。速いフレームレートに耐えることができない。で、ここで、豚の尻尾や。オルゾー。あ、ごめん。えっ、ー、と、オルゾーなんやけど、オルゾーの場合、豚の尻尾はここに来ないんですよね。インクリーズムでオプティカルパワー、ウッド、インプリンス、ここは差し込みやな。飛ばしちゃっていい。プローサーセンシティビティ。 えっとオルゾーがここやな。ここで豚の尻尾や。インクリーニングオプティカパワーウッドインプルーザセンシビティ、アベラブルソースアンドマキシマしかし、アベイラブルソースアンドマキシマムパミシブアクセプトアレベルオプティシブルズ、ユニコントミネーションズ。光のパワーを上げると、 マキシマム・パーミッシブル・エクスポージャー。これキーワードやなあ。エクスポージャーレベルか。あ、ごめん。列挙は違うね。ここじゃないなアベイラブル・ソースってのが一番目次がマキシマム・パーミッシブル・エクスポージャー。これが シグニフ感とントのプラクティカルリミテーションだ。これが多分最後の主張だね。こういうふうに考えながらこう書き込んで論文を読んでいくわけです。いいかなで、ここまで色をつけてきたわけや。で、ここでやっと今日のメインテーマである文章を上流するという概念にたどり着きました。どういうことなのか見ていきましょう。まず上流とようやく。 上流、えっ、ー、と、英語だとディステレーション。ディステレーションってのは実は聞いたことある人いると思うよな。Adobe Distiller とかってあるよね。PDF を小さくするソフトやんな。あれ上流です。実は PDF を上流させてる。で、この上流、えっ、ー、と、もっとみんなが知ってるような言葉だと何て言うか。えっ、ー、と、例えば酒飲みの人は知ってると思うけど、焼酎とかいうの、上流酒っていうね、ウォッカとか。あれはお酒を一度蒸発させて、再び凝集させることで、アルコールを濃くすることです。 アルルコールはもうのそれを、えっと、そこだけが重要だから取り出して濃くしてるっていうのが上流。で、もう一個論文読むときにね、上流に対応する言葉で要約、アブストラクションっていうのがあります。えっと、名詞だとアブストラクト、要約するっていう意味の名詞がアブストラクション。OK です。えっと、要約する行為っていう意味の名詞ってことね。でこれどういうことなのか見てみましょう。ステップ1でやったモデルを使います。 まず、インプットとアウトプット。インプット、論文です。それをアウトプットとしてまとめることを考えましょう。ステップ1でやった理解のモデルだと、論文を読んで、まず頭の中に自分なりのモデルを作る。これが理解ですってことやったよね。前回やったところ。この頭の中のモデルを自分の言葉で説明するっていうのが要約だ。それが前回やった、これが本当に理解していることですって言ったこと。 でもまだそこまでは一気にはたどり着けない。そこが今問題になってるわけだ。じゃあどうするか。重要なところだけを抜き出していくんや、論文の中。これ今、右に書いてある、えー、とアウトプットって書いてある方の文章、黄色で書いてある行っていうのは、えー、左側のインプットの白い行の中の一部を抜き出しただけなの。で、これガシャッと縮めてやってやれば、大体半分ぐらいの長さになってる。 これ論文は半分の長さになってるんだけど、ポイントはこれで分かりますっていう状態。これが、えー、これま僕が独自に使ってる用語なんだけど、上流です。ディステレーション。で、両方ともまとめっていう言葉で言われちゃってて、でよくようやくって言ってるのに実際に上流してるっていうパターンもあるんやけど、ゼミとか見てると。でもうこの2つは僕は違う概念だと思ってます。でまずは上流ができるようになるっていうのが今日のステップ2の目的やったってことね。 でこれ黄色と緑重要な部分もっと重要な部分ここをハイライトしましょうって話を今日今までしてきたわけやでも重要なところが分かるってことはもうすでに全てを理解してるってことだからここハイライトできるってことはもうハイライトする必要すらないそれが事前と事後の点灯の問題だったわけや、ね、じゃあハイライトするにしても何か指針がいったんですよ僕今こっっそりややてたんやけど それれががなのか。これが上流です。ハイライトしたところだけをつないで読んでいけば論文の内容が分かるようにしていくそうするようにハイライトするところを選んでいく、OK、完全にだから論文理解できてなくてもいいねそこをつなげて読んでいけばなんとなくちゃんと文章になってるなっていうふうにピックアップしてチェリーピックしていくんだ。 でじゃあその視点でさっきの論文もう一回見直してみましょうこれねイントロダクションでハイライトしたところだけを読んでいってみようオプティカルコヒーレンストモグラフィーアローズミニマリーインベスブクロセクショナルイメージングわかるよねで、イメージングこれかごめんミニマリーインベスブクロセクショナル ミニマリー・インベーシブ・クロス・セクショナル・イメージング・イン・バイオロジー・メディスン。これ、こいつら消しちゃったけど、何が言いたいのか意味通じるよね。で、次。デプス・レンジ・バイ、あ、ごめん、これもあったほうがいいな。デプス・レンジ・イズ・プロバイデッド・バイ・ロー・コーレンス・インターフェロメトリー。 The optical path length difference is scanned linearly in time.Embodiment, 実装ってことねああ。ごめん、これは知らなかったからつけただけやな。Time domain OCT promising for early detection of disease. なるほど。でここでパラキリ。話変わりました。 スローイメージングスピード2ヘルツ a ラインレデート。しかし、プレクルードスクリーニングオブラシティシュー。でこれは、ウィッチでここにつながってる。まあ、今これ飛ばしたねで。イメージングスピードはファンダメンタルインフィカンス、ディテクションセンシティビティ。で、あ、ごめん。 ね、A-line rate increases, so によって sensitivity drops. The sensitivity of OCT at 2 kHz was、uh, minus 105 and、uh, minus 110 dBs. Biological applications, this level of,、uh, ごめんこれが抜けたな。Biological applications require this level of sensitivity. Cannot tolerate a reduction. えっと、これ間違えてマークしてるね。Cannot tolerate a high framerate.Cannot tolerate a high framerate.Higher framerate. で、あるボルズをここで転換して、 えー、あとで転換するけど、increasing the optical power はすることはできるけど、しかしながら、available source 使える光源と maximum permissible exposure レベル、えっと、これは生体が耐えることのできる光のレベルなんだけど、この2つに significant practical limitation がある。OK。この今線つけたところだけ拾い読みしていくと、 このイントロが言おうとしている、このパラグラフが言おうとしていることっていうのが分かってくる。なんとこれで適当に線引いてたっぽかったのに、これ見ていくともう上流ができてるっていうのが分かるわけ。むしろ上流できるようにっていうのを意識して線を引いていくっていうのがポイントになる。で、ここでまとめに入っていきましょう。で、この上流が終わると、そこのハイライト、上流したやつっていうのをさらっと読み直すことができます。で、これをさらっと読み直すことで、 そこから初めてその内容について考え始められるつまりやっと理解を作り始められますやっと理解をするためのスタート地点になったってことねでここまでの流れを少し復習しておきましょうまずこの講義のシリーズステップ1でやったのは英語の問題を潰すってことやでそのために単語カードとか電子フラッシュカードを使作りましょうっていう話をしてねで、えー、と使うマーカーとしては鉛筆で丸をつける もしくは水色のマーカーカ次、論文の構造、セクションタイトルをチェックしましょう。これが今日のステップ2の技術の最初やったよね。オレンジのマーカー。で、次、キーワードをチェックして重要な部分をハイライトしていく。キーワードは水色のマーカー。重要な部分は黄色。さらに重要な部分は緑のマーカー。 でさらにここで緑のマーカーとか記号を使って論理の流れをチェックするっていうのもやったわけですで。これを順番に上からやっていくと論文を理解するスタート地点まで立てる。これが、えー、今日のステップ2の話だったわけです。OK。これが今日の目的でした。ここにたどり着きましょうということです。で、えー、ちょっと話前後しちゃったけど、この黄色で囲ったこの2つ。 ここを上流ディストレーションって呼んでたってことね。で、最後、えー、これ最後のスライドなんですが、一個おまけを入れときました。えっと、どうやって読むかっていうのの具体的なところ。えっと、まず最初の2、3本っていうのは、一回紙でやってみてください。やっぱ神が基本なんだ。神ってやっぱ何千年も人類が使ってるガジェットだから、やっぱよくできてるんですよ。 でたかだか10年そこそこのタブレットでは勝てないところが多い。なんで、まずは紙でやってみてください。で、コツが分かったら、割とそのコツを原始的に再現するっていうことができるようになります。で僕が使ってるのは、えー、とペンタブレットあ、まずペンタブレットを使ってくださいっていうのがポイントね。普通のタブレットとか PC のスクリーンじゃなくて、ペンが持てるっていうのが重要なんや。腕を動かすことで、えっ、ー、と、 その体の動きと理解っていうのをリンクさせていくっていうのが一個ポイントになります。なんでペンタブレットを使ってください。タブレット。タブレットでもなく PC でもなく。ペンタブレット。で、僕自身は iPad と Apple Pen c i l を使ってます。で、これも本当におまけで、えー、っと、いろんなソフトあるんだけど、僕がよく使ってるのは GoodNote5 っていうのを使ってます。有料だけど、まあ、払う価値はあるかなって感じ。あの、これ、なんでわざわざこれ言ってるかっていうと、よく聞かれるんですよ。 あと僕自身がの手書きの板書を使った講義のビデオっていうのもいくつか公開しているんですがそれで使ってるのもこれ。で今日実際にに論文読むのに使ってたのもこれですでただこれもなんかいろいろ仲のいい人の話を聞いてると他にも使いやすいツールいっぱいあるらしいのでこれもまあ自分の好みのを探してもらえばいいかなと思う。 思うんですが、まあ、少なくとも GoodNote5 は使えるのは使えるということです。そうか、このスライドの本当のポイント、まずは紙でやってみる。で、それが分かったら、PC のモニターじゃなくて、ペン、タブレットを使ってみてくださいということです。で、PC のモニターで自動的に読むのは、あれ、分かった気にはなっちゃうんやけど、実際に突っ込んでみると、やっぱ学生さんなんかとしゃべってても、分かってないってパターンが多いから、やっぱそこは、 ちゃんとあのペンを手に持って読むっていう習慣をつけた方がいいと思います。ということです。えっと、じゃあ、えー、今日の授業、ここで終わりたいと思います。お疲れ様でした。